こんにちは、メッセージありがとうございます。久しぶりに私もね、エイダのことを最近連続してお話してるんですけども、以前そうですね、2017年によくお話していたことを、今同じようにお話してるんですよね。実は当時はあんまり分かってもらえなかったことだと思いますけども、暗号通貨が一回りしていろんなことがあってね、暗号通貨バブルが崩壊とかね、だからビットコインが30万ぐらいまで下落してみたいなことがあって、でもう一回今度ね、こういうふうな形で暗号通貨流行ってきたじゃないですか。で、あのテスラが参入したりとかね、いろんなことありましたね。ドイツ銀行も参入するんじゃないかなとかね、マスターが決済に使うんじゃないかってこともだいぶ具体的に話が進んできて、やっとこれから始まるかなってところなんですよね。まあ私はね、でも今暗号通貨を買いましょう買いましょうっていうふうなことを言おうというのではなくて、もう実はね、2017年あたりに仕込んでいた人が今やっと日の目を見るってことなんじゃないかなと思うんですよ。いわゆる ICO っていうのがありましたけども、最近 ICO ってないでしょ、っていうのが2017年、ビットコインが値上がりしたよとかね、で今回話題に出してるエーダが800倍になったんですよ、1回ね。でそれをいいことに、じゃあ2匹目のドジョウを取りましょう、3匹目のドジョウを取りましょうっていう触れ込みで ICO っていうブームが起きたんですけども、軒並み全部、まあ結果はね、寂しいことになってしまって、ビットコインだからああなったんだと、エーダだからこうなったんだと、ビットコインでもエーダでもないものがそうなるわけないじゃんっていうのを当時私も叫び続けたと思うんですよ。でバブルっていうのはお金を失う人が最もたくさん生まれる瞬間だということも繰り返し言ってきたと思うんですよね。まあけどやっぱ暗号通貨に新しい可能性ってのがあるのはあったと思うんですよ、でそれがやっとね今になって花開いてきたかなと。でエーダなんですけども、やっぱすごいでしょ。テッドっていうね、チャールズ・ホスキンソンさんの演説の動画をつけておきますんで、またご覧いただきたいんですけども、このチャールズ・ホスキンソンさんっていう方がビットコインにまずは詳しくって、ビットシェアーズって暗号通貨をまずね世に送り出して、これがね成功したんですよね。8倍ぐらいになったかな、なんかすごい ICO で、多くの方に利益を貢献したと。もちろんビットシェアーズってものもいろんな機能がありますんでね、多分当時の人のお役には立ったと思うんですよ。でその後でイーサリウムっていうのをね作りまして、イーサリウムっていうのはまあおかげさまでというかね、ご存知のように、まあ、ビットコインの次ぐらいに有名な暗号通貨になりました。でチャールズ・ホスキンソンさんは当時29歳、まだねあんな顔してるけど若いんですよ。当時29歳で最後の自分の仕事として究極の暗号通貨エーダを作ったということだったんですよ。で私はその実績を聞いたこともあったんですけども、チャールズ・ホスキンソンがなんでねここまで成功してきたのにエーダなんてものを世に送り出したのかってことなんですが、それはもうご存知のようにね、テッドの方でもお話されてますけども、世の中には自分の身分証明ができない、財布すら持っていないっていう人が30億人もいるんだと。その人たちのお財布をなんとか作りたいんだっていうことでエーダっていうのをね作られたと聞いて、ほら感動しましたね。まあ、だから自分が儲ける儲けないじゃなくて、じゃあ私の資金も使って開発してくださいっていう気持ちでエーダに投じたところはあるんですよ。実はこれまあちょっと半分後付けなんですよ。半分は当時お金がなくって、もう藁にもすがる勢いで、なんかねとりあえず買ってみたってことなんですけどね。で私はすぐにお金持ちになると思ってたんですけども、そうではなくって、上場全然しないし、やっぱインチキだったのかなと思って放置しておいたら上場して値がついて、そして今に至るみたいな感じなんで、当時の私の勘違いにはものすごくね感謝してるんですけどね。でいろいろとエーダを調べていくと、これは2017年から2018年にかけて調べていくと、いや本当にすごい概念だったんだなと。チャールズ・ホスキンソンさんといえば、まあ、暗号通貨界のビル・ゲイツみたいな大物なんですよ。この人以上にはもう権威はいないというぐらいの大物です。まあ、この天才すぎてしょうがない人が20代にしてエーダってものをね作り出して、そして今でもバージョンアップを繰り返していって、非常に高い信頼を得ていると。で今コインマーケットキャップではねトップ3に入ったりとか、悪くてもトップ10には必ず入る通貨になって、もう上位の常連になってきましたよね。で感動ですよねやっぱりね。まあ、だから皆さん買いましょうって話をするんではないんですけども、ぜひねこのエーダってものが人類をもしかしたら救うかもしれないと、全ての人に平等をもたらすのかもしれないっていうふうに私はすごくね
思ってるんですよね。はい、ありがとうございました。 J コスメの方もね、またしつこく放送していきますんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。